つて地上の覇を競ったドラゴンが姿を消し、神話の存在として語り継がれる世界。一人の少年の中で大いなる力が目覚め始めていた。人と竜、二つの姿を持つ少年。この力は簡単に使っちゃいけないんだ。じゃないと僕はまた。ドラゴンに変身した少年の前に現れたのは、竜に仕える宿命を背負った少女。私は古の歌を紡ぐ巫女竜よ。私の歌をあなたに捧げます。ドラゴンは少女を乗せて新たな世界に飛び立つ。竜と共に戦う仲間たち。おてんば王女で悪かったわね。私はこうやって戦っている方が性に合うのよ。この俺の爆発するくらい熱い音を聞きながら行っちまいな。このパーティーはドラゴンさんのハーレムですね。お前が竜の力を制御できずに暴走したなら、この私が殺す。竜が残した伝説の楽器を武器とする仲間たちが集う。一方、大いなる力を求め動き出す勢力。僕には見える、君の犯した罪が。いいぜいいぜ、もっと俺を楽しませてくれ。本気でやってもいいよな。我が歌で目覚めるがいい。古の世界を治めし竜たちよ。ドラゴンを蘇らせ支配しようとする帝国の真の狙いとは。ユーマは自分の中に秘められた強い力に戸惑いながら戦い、傷つきながら成長していく。ライブ感抜群のリアルタイムアクションバトル。美しい音色と歌声は強力な武器となり、戦場はまさにライブステージとなる。かつて傷ついたドラゴンを助けたのは幼い少女だった。竜をめぐる美しくも切ない物語が描かれる。そして明らかになる竜の花嫁の正体とは。少女の歌が響くとき、心の中の竜が目覚める。竜と奏でる RPG シャイニングレゾナンス、12月11日発売。予約特典はユーマ、キリカ、ソニアのアイドルコスチュームプロダクトコード。セガ。その時、一つの歴史が幕を閉じた。それは終わりではなく、始まりを意味した。新たな時代の始まりを。ファンタシースターオンライン2エピソード3、ついに350万 ID を突破。フリートゥープレイオンライン RPG の金字塔はいよいよ新章突入。エピソード3。なぜ来た。久しぶりだね。これはこれは新たな要素が続々実装。まずは新クラスバウンサー登場。空中戦を得意とするトリッキーな攻撃と打撃と砲撃を使いこなし、味方の援護をこなすチャンスメーカー。また2つのバウンサー専用武器が実装。危険で切り裂くスタイリッシュな二刀流デュアルブレード。高さを生かし放てテクニカルな一撃ジェットブーツ。
さらに第5の惑星ハルコタン登場。どこか和を感じる風景の中を白と黒2つの巨人の民が生きる世界。巨大な建造物と高低差を味方につけて怪しげな敵を殲滅せよ。そして遊び尽くせカジノエリア新設。最大4人でプレイできるメセタンシューターで盛り上がれ。本格的なスロットマシンラッピースロットが超熱い。カジノゲーム以外にも風船に乗って空中散歩が楽しめたり、隠れたリリーパーを探し出したり、お楽しみは満載。稼ぎ出したカジノコインは超豪華景品と交換が可能だ。ここでしか手に入らない武器迷彩やレアエネミーに出会うチャンスを作り出すレアエネミートリガーなど魅惑のラインナップ。この他にもアップデートは目白押し。アークスロビーリニューアル、おすすめクエスト、キャラクタークリエイト拡充、また全クラスのバランス調整を実施。新スキルも数多く登場。それぞれの特性個性を発揮しやすく、ツリー構成もリニューアル。まだ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 他にもたくさん。エピソード3は過去最大級のアップデート。こうして会えたのも何かの縁。その罪万死に値する。客人に熱く感謝を述べる。全部まとめて壊しちゃってね。彼女のこと頼んだよ。幾多の光が生まれては消えるこの宇宙で、一筋の道を切り開くのはプレイヤーたる君自身。君が歩みゆくその先に未来がある。神聖オラクルと共に新たな歴史を宇宙に刻め、冒険者よ。ファンタジースターオンライン2エピソード3好評配信中。エピソード3でももちろん境界を超える。冒険は常に君のそばに。ファンタジースターオンライン 2S エピソード3対応。 RPG に冒険以上の楽しさを。セーカープヨプヨとテトリスが合体しちゃった。プヨプヨテトリス、ついにプレイステーション4と Xbox One で登場するよ。誰もが知ってるアクションパズルゲームのコラボで生まれる驚きや楽しさはもちろん、アドベンチャーモードの3つの追加シナリオや背景、ボイス、挨拶やスキンなど追加コンテンツがたっぷり入ってしっかり遊べるお得な一本。ぷよぷよでテトリスで勝負だ。ぷよぷよテトリスをおさらいしよう。究極すぎる5つのルール。通常の対決はもちろん、ぷよぷよ対テトリスの対決が超熱い VS。 一つのフィールドにぷよとテトリミヌが現れるぷよテトミックス。カウントが0になるとぷよぷよとテトリスが切り替わるスワップ。最大4人で対戦できるよ。また一人で楽しむ6つのとことんでぷよぷよとテトリスを遊び尽くそう。便利機能も盛りだくさん。対戦終了後にプレイを保存できちゃうリプレイ保存。初心者も安心、レッスンも充実。インターネットで全国のライバルにチャレンジしよう。お楽しみはいっぱいねえ。すごいでしょ、盛りだくさんな夢の共演。これまでもこれからもぷよぷよテトリス、どっちもモリモリ盛り上げちゃうよ。ぷよぷよテトリス、プレイステーション4と Xbox One で2014年12月4日お得に新登場。 Wii U 版、 Nintendo 3DS 版、 PS3 版、 PS ビータ版、こちらもよろしくね。シャナが、ミコトが
キリノが、ユキナが、トモカが、シズオが、バトル！さあ、電撃文庫最強を決めようか。電撃文庫ファイティングクライマックス。セガ。すべての電撃文庫ファンに捧ぐ大人気キャラクターたちが真剣勝負。至高の武闘祭いよいよ開幕。電撃文庫ファイティングクライマックス。予約すればもらえる。セガ。マキアに救う謎の超巨大生物兵器ギガンテス。全てが規格外。この重武装した生物兵器にクルーたちは力を合わせて立ち向かう。直感的な操作で楽しめるアクションバトル。戦局に合わせた武器の切り替えも可能。11種類の多彩な武器、武器ごとに設定する特殊攻撃、戦い方はプレイヤー次第。超巨大なギガンテス、打倒の鍵は弱点への攻撃。ヘイローで空中に足場となるリングフィールドを作り、装甲を破壊。現れた弱点に対ギガンテス用大型兵器パイルを打ち込み、戦闘を有利に進めろ。仲間と力を合わせ、強くなった者だけがこの星で生き残ることができる。プレイヤーは自分の分身をキャラクタークリエイトで作成。髪型や目の色だけでなく、体型の調整から細かいパーツの設定まで可能に。そしてプレイヤーと運命を共にする個性豊かな仲間たち。必ずみんなと生き残るんだ。頼りにしてるよバディ。俺は力押しだけの雑魚にはやられないんだよ。すみません、私なんかが目立っちゃいけないと思って。諦めんじゃねえぞ。俺とお前らの約束だ。たくさんの仲間たちと絆を深め、共に戦え。一人で挑むか仲間と挑むか、この壮大なストーリーをアドホック通信による4人協力プレイでも楽しめる。仲間同士ならではの息の合った連携攻撃で巨大な敵ギガンテスに立ち向かえ。惑星マキアへの墜落、そして謎の超巨大生物兵器との死闘。彼らはこの星から脱出することができるのか。ファンタシースターノバ、お願い、私の星を助けて。初回封入特典は3種のコード。地上の覇を競ったドラゴンが姿を消し、神話の存在として語り継がれる世界。一人の少年の中で大いなる力が目覚め始めていた。人と竜、二つの姿を持つ少年。この力は簡単に使っちゃいけないんだ。じゃないと僕はまた。ドラゴンに変身した少年の前に現れたのは、竜に仕える宿命を背負った少女。私は古の歌を紡ぐ巫女竜よ。私の歌をあなたに捧げます。ドラゴンは少女を乗せて新たな世界に飛び立つ。竜と共に戦う仲間たち。おてんば王女で悪かったわね。
私はこうやって戦っている方が性に合うのよ。この俺の爆発するくらい熱い音を聞きながら行っちまいな。このパーティーはドラゴンさんのハーレムですね。お前が竜の力を制御できずに暴走したならこの私が殺す。竜が残した伝説の楽器を武器とする仲間たちが集う。一方、大いなる力を求め動き出す勢力。僕には見える君の犯した罪が。いいぜいいぜ、もっと俺を楽しませてくれ。本気でやってもいいよな。我が歌で目覚めるがいい。古の世界を治めし竜たちよ。ドラゴンを蘇らせ支配しようとする帝国の真の狙いとは。ユーマは自分の中に秘められた強い力に戸惑いながら戦い、傷つきながら成長していく。来るわよ、準備して。しっかり戦うのですぞ。ライブ感抜群のリアルタイムアクションバトル。美しい音色と歌声は強力な武器となり、戦場はまさにライブステージとなる。かつて傷ついたドラゴンを助けたのは幼い少女だった。竜をめぐる美しくも切ない物語が描かれる。そして明らかになる竜の花嫁の正体とは。少女の歌が響くとき、心の中の竜が目覚める。竜と奏でる RPG シャイニングレゾナンス、12月11日発売。予約特典はユーマ、キリカ、ソニアのアイドルコスチュームプロダクトコード。セガ。その時、一つの歴史が幕を閉じた。それは終わりではなく、始まりを意味した。新たな時代の始まりを。ファンタシースターオンライン2エピソード3。ついに350万 ID を突破。フリートゥープレイオンライン RPG の金字塔はいよいよ新章突入。エピソード3。なぜ来た。久しぶりだね。これはこれは。新たな要素が続々実装。まずは新クラスバウンサー登場。空中戦を得意とするトリッキーな攻撃と打撃と砲撃を使いこなし、味方の援護をこなすチャンスメーカー。また2つのバウンサー専用武器が実装。危険で切り裂くスタイリッシュな二刀流デュアルブレード。高さを生かし放てテクニカルな一撃ジェットブーツ。さらに第5の惑星ハルコタン登場。どこか和を感じる風景の中を白と黒2つの巨人の民が生きる世界。巨大な建造物と高低差を味方につけて怪しげな敵を殲滅せよ。そして遊び尽くせカジノエリア新設。最大4人でプレイできるメセタンシューターで盛り上がれ。本格的なスロットマシンラッピースロットが超熱い。カジノゲーム以外にも風船に乗って空中散歩が楽しめたり、隠れたリリーパーを探し出したり、お楽しみは満載。稼ぎ出したカジノコインは超豪華景品と交換が可能だ。
ここでしか手に入らない武器迷彩やレアエネミーに出会うチャンスを作り出すレアエネミートリガーなど魅惑のラインナップ。この他にもアップデートは目白押し。アークスロビーリニューアル、おすすめクエスト、キャラクタークリエイト拡充、また全クラスのバランス調整を実施、新スキルも数多く登場。それぞれの特性個性を発揮しやすく、ツリー構成もリニューアル。まだ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 他にもたくさん。エピソード3は過去最大級のアップデート。こうして会えたのも何かの縁。その罪万死に値する。客人に熱く感謝を述べる。全部まとめて壊しちゃってね。彼女のこと頼んだよ。幾多の光が生まれては消えるこの宇宙で、一筋の道を切り開くのはプレイヤーたる君自身。君が歩みゆくその先に未来がある。神聖オラクルと共に新たな歴史を宇宙に刻め、冒険者よ。ファンタジースターオンライン2エピソード3好評配信中。エピソード3でももちろん境界を超える。冒険は常に君のそばに。ファンタジースターオンライン 2S エピソード3対応。 RPG に冒険以上の楽しさを。3つの追加シナリオや背景、ボイス、挨拶やスキンなど追加コンテンツがたっぷり入ってしっかり遊べるお得な一本。ぷよぷよでテトリスで勝負だ。ぷよぷよテトリスをおさらいしよう。究極すぎる5つのルール。通常の対決はもちろん、ぷよぷよ対テトリスの対決が超熱い VS。一つのフィールドにプヨとテトリミノが現れるプヨテトミックス。カウントがゼロになるとプヨプヨとテトリスが切り替わるスワップ。最大4人で対戦できるよ。また一人で楽しむ6つのとことんでプヨプヨとテトリスを遊び尽くそう。さらに便利機能も盛りだくさん。対戦終了後にプレイを保存できちゃうリプレイ保存。初心者も安心、レッスンも充実。インターネットで全国のライバルにチャレンジしよう。お楽しみはいっぱいねえ。すごいでしょ、盛りだくさんな夢の共演。これまでもこれからもぷよぷよテトリス、どっちもモリモリ盛り上げちゃうよ。ぷよぷよテトリス、プレイステーション4と XBOX1 で2014年12月4日お得に新登場。 Wii U 版、 Nintendo 3DS 版、 PS3 版、 PS ビータ版、こちらもよろしくね。
京ゲームショウへご来場の皆様、そしてニコニコ生放送をご覧の皆様、お待たせいたしました。さてこれよりセガの看板シリーズにしてナンバリング最新作、龍が如くゼロ誓いの場所をご紹介してまいります。時代は1988年、それはカムロ町が一番危険だった時代。伝説となる桐生一馬と真島五郎の青き日の肖像、謎のベールに包まれた本作にどこまで切り込むことができるのか、私今からドキドキしておりますが、薄井静香がお届けいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速このお二人をお呼びいたしましょう。龍が如くゼロ誓いの場所を語っていただくのはもちろんこのお二人、龍が如くシリーズ総合監督名越俊弘さん、そしてチーフプロデューサーの横山正義さんです。どうぞ盛大な拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。どうぞおかけください。さあ本日はですね、業界内外に衝撃を与えた初代龍が如くの前の時代を描く龍が如くゼロ誓いの場所について詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあまずは名越総合監督から改めて皆様にご挨拶をお願いいたします。はい、龍が如くシリーズの総合監督を務めております名越です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて横山チーフプロデューサーお願いいたします。はい、龍が如くシリーズプロデューサーの横山です。また今年も東京ゲームショウで新しい新作をこうやって皆さんにお披露目できることを大変嬉しく思ってます。一生懸命お伝えしようと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ早速なんですけれども、今作は初代龍が如くの前の時代を描くということで、皆様は期待が高まっているんじゃないかなと思いますけれども、名越さん、はい、この龍が如くゼロ誓いの場所とはズバリどういう作品なのでしょうか。はい、一部情報も出ておりますけど、一応短い長いバージョンもねシアターで今回やってるんですけど、はい、ちょっと短いまとめた画像を英語を用意しておりますので、そちらをご覧ください。して喧嘩になら、ちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてるとか、特にな。私、当店支配人の真島と申します。おう、ずいぶん待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。からの一つ、道島勲章から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもそのからの一つを手に入れろとな。騒がんな、元の姿勢。あの女は俺の獲物や。人一人殺すこともできん最低の殺し屋や。登場界が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。殺してあげるから、殻の一つぼは俺のこの手で差し出しますよ。もうこうするしかねえんだよ。待ってたぜギリア。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。さあ迫力の映像をご覧いただきました。はい、ありがとうございます。ぜひ本当はね完全版を見てほしいんですけど、シアターでねぜひご覧いただければと、はい、思います。さあそして、はい、
テーマ曲も気になりましたけれども、はい、今お聞きになって勘のいい方は分かるかと思うんですけど、映像の中で流れていました主題歌を歌ってくれているメンバーからちょっとコメントをいただいてますので、それをご覧ください。東京ゲームショウにご来場の皆様、こんにちは、湘南乃風です。湘南乃風です。バブルの時代の話なんだよと、そういう時代背景の中でストーリーしていくんだよねっていう話で、その時代のロックテイストな歌い方で歌詞選びとかそういうのを意識してこうやってもらったり、戦っている男っていう部分は、まあ、湘南乃風が目指すところでもあるので、そこは歌詞には入れてるね、うん、最後には夕日が似合うような音楽になればなと思って、背中で泣くような曲にしたいなと思って作り、ね、みんなで作りました。なんせ龍が如く最高の作品、それと一緒にやらせてもらえたことは俺たちも素晴らしい光栄なんで、ぜひその最高のリンクアップを見届けるというか、ゲームで楽しんでいただき、やってるプレイヤーの皆さんとリンクができたら最高だと思っております。湘南乃風、これからもサポートのほどよろしくお願いします。お願いします。龍が如く残っていきます。ボンバン。さあ、ご覧いただきましたけれども、はい、名越さん、湘南乃風ですか、ね、今回そうですね、うん、黒豹って作品でも一度やらせていただいたんですけど、はい、まあ、ぜひ、今回の世界観に合うですね、楽曲をやるときにやっぱり湘南の風でやりたいな、まあ、でもあと本当聞いていただいたら分かるんですけど、一度やってで今でも実はメンバーと仲僕いいんですけど、はい、そこでこう理解をし上げた者同士がこうさらにこう新しいものをやるときにやっぱ2回目ってもっと今がやっぱできるんだなっていうのは本当によく感じたのでですね、この作品に非常に合う、もうテイストの楽曲を2曲いただきましたんで、はい、はい、それも注目してみてください。はい、さあ、魂のこもった今作にベストマッチという感じですけれども、さあ、そして映像の方ではストーリーを少しご覧いただけましたよね、はい、さあ、このストーリーの方なんですけれども、荒々しくもまた熱いメッセージが込められているんじゃないかなという感じがしたんですけれども、名越さん、この作品の開発に着手することになった意図や経緯などを教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、ゲームの方は後で横山から細かい話があると思うんですけど、まあ、もともと1、2、3、4、5とやらせていただいて、まあ、その間に剣山であったり維新であったりという時代劇も挟んでみたり、まあ、ゾンビが出てくるオブジェンドがあってみたりとか、まあ、あとはさらにスピンオフした黒ひょが出てみたり、まあ、この結構長いことでやってきた中で、やはりそのいろんな方から お便りというかコメントをいただく中で、やはりもっと若い日の桐生一馬の話が見たいなとか、そういうまだまだ謎に秘められているキャラクターの部分もありますし、そういったものをぜひやりたいなっていう声もあって、見てみたいなって声もあり、我々もやりたいなと。でもやっぱりファンの方は次に何が起きるかって未来の方の話をやっぱり知りたがるなと思ってたんで、なかなかやりたくてもやる機会がなかったんですけど、まあ、さっきオープニングに実は10周年のプロジェクトが始まるよと、正確にはまだ10周年ではないんですけど、はい、10年目に入っていくんで、ここからまたこうさらに10年を飛び越えて龍が如く頑張っていくことがあるとすれば、まあ、ちょっとここらでそういうけじめのあるプロジェクトをまた やってみたいなっていうのは、はい、まあ、元々のきっかけでした。はい、あのゴールがある中で作っていかれるわけじゃないですか。そうですね、どんな思いで作られるんですかね。まあ、でも毎回毎回これをやるって決めたら、またもう一生懸命ザーッと走り切るしかないので、今もちょっとこのことばかり考えてます、はい、さあ、思いがたくさんこもっている今作ですけれども、はい、それではですね、横山さんから改めて今作の人物像と舞台設定をご紹介いただきたいのですが、はい、今作の時代設定は1988年、そして主人公は若き日の桐生一馬、そして私たちのイメージとはかけ離れている真島五郎の2人ということですよね。はい、まあ、映像の方からどこまで皆さんに伝わったかわかんないですけど、あの桐生は20歳なんですよ。おー、若いですね。20歳の桐生ってこんな感じなんですね。で、横にいる、まあ、眼帯つけてますけど、真島この時24歳です。で、まあ、1988年という、まあ、時代設定に今回なったんですけれど、はい、なんでその88年という時代を選んだのかって、まあ、いくつか理由はあるんですけど、ちょうど龍が如くのちゃんとこう積み重ねてきたナンバリングタイトルの歴史の中でちゃんと空白の年だったんですよ、その年が。
1988年が、はい、でそこに実は結構いろんな桐生がその後堂島の竜と言われていく理由だったりとか、真島が、まあ、ああいう、まあ、ナンバリングシリーズの方で結構はち切れたキャラなんですけど、はい、そういう狂ったキャラになってくる理由が実は眠ってる年っていうのがここにあって、はい、でそこの年代をまず描こうとしたらこの20歳と24歳の真島がいたと。で、まあ、今回の桐生一馬はすごくまあ一言で言っちゃえば荒っぽいというか若い、はい、チンピラっぽいんですよ。で時代がお金お金ですごいこう金儲けが全てみたいに言われてる時代で金儲けも下手でだけどヤクザはやっていてみたいな時に、まあ、とある事件に巻き込まれてヤクザをドロップアウトしなきゃいけなくなっちゃって、でヤクザ組織からも命を狙われていくけど、そんな桐生カズマ二十歳がどんな選択をするのかみたいなストーリーが描かれていくんですけど、真島の方は真島の方で、実は龍が如く4の時にあったとある昔のエピソードがきっかけで、はい、まあ、大阪の方で極道組織に監視されて生きてるみたいなすごい辛い境遇に今あって、龍が如くシリーズでははっちゃけてるって言いましたけど、今回すごいダークなんですね。クールで渋い状態で、真島自身は極道に戻りたいと思ってるんです。極道にすらなれない男なんです今。おお、なるほど、深いですね。そうなんですよ。実は表ではキャバレーの支配人みたいなことをやってんだけど、はい、それはやらされてるって感じで、裏の世界に戻りたいんだけど戻れないみたいな、そんな真島がどういう道を選ぶのかみたいなやつが今回の、まあ、メインのテーマになってくんで、そこを込みで、はい、キャラクター設定と楽しんでもらえると予想してください、いろいろ。はい、すごい楽しみですけれども、そして舞台となるのは、はい、日本を代表する東西の歓楽街、はい、皆様ご存知神室町と蒼天堀ですよね。はい、はい、もう1988年の話にするって決めた時点で、はい、この2つのもう日本を代表する大歓楽街は絶対外せないっていう、まあ、ことだと思うんですけど、はい、まあ、特にこのバブル期というか、この時代ってネオン看板、もう看板一つとっても今と全然違うんですよね。 LED なんか当然ないですし、はいはいはい、うん、いわゆるもうギラギラしたネオン看板で派手でみたいな、でそういう街並みを表現することも、まあ、もちろんやってますし、例えばその時代、この時代にしかないもの、例えばゴミ袋とかも青かったり黒かったりするんですよね、街にある。ちょっと出てますけど本当ですね、よく見ると違いますね、はい、今は透明ですもんね。そうです、今もう透明じゃないといけないんです、はい、ただもうほんの二十何年前は黒くてもいい時代があったんですね。でそれ忘れてるじゃないですか、はい、でこういうのを一個一個ちゃんと忠実にやっていくことで街並みを当時のやつを再現しながら、その時代をもう一回楽しい街を遊んでもらいたいっていう意図で今一生懸命作っていますと。今神室町ありますけど、例えば蒼天堀とかのスライドにちょっと行ってもらうと、はい、ここいわゆる道頓堀川じゃないけど蒼天堀川っていう、はい、まあ、川ありますね、はい、の上にかかってる橋とかも、うん、88年ってこんな感じだったっぽいんですよ。わかります。今ってもっと綺麗な橋だったりするんですよ、はい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 、こういう、まあ、作り込みも今やってるんですけど、なるほど、うん、細かいところまで見ていただくと、はい、本当に懐かしいんでゲームをすることもできる、はい、もうそれはもう街並みだけじゃなくて、うん、人のファッションや、はい、あとプレイスポット、この後紹介するプレイスポットとかでも時代を、時代感満載の遊びをいっぱいふんだんに入れてるんで、そこをちょっと注目してみてくださいと、はい、これは若い世代もこういう時代があったんだということを知ることができますし、そうなんですよね、またね、過ごした方も懐かしく遊んでいただけるということですよね、はい、どっちからも興味ある、あの世界だと思うんで、はい、なるほど、本当にね楽しみなんですけれども、この物語なんですが、今の街並みを舞台に若き日の桐生一馬、そして真島五郎を軸に進行していくということなんですけれども、名越さん、はい、シリーズの根底は一貫していながらかなり実は異質な雰囲気になっているそうなんですけれども、そうですね、うん、まあ、ワンの頃に極めて近いというかですね、まあ、それよりさらに、景気も良かった時代ですから、うん、そういうヒリヒリ感とかやばい雰囲気、危なさみたいなものをもっともっとやんちゃにも含めていきたいなと、まあ、主人公なんかもまだ若いですから、まあ、裏社会もの極道ものというよりも、まあ、スタートラインやっぱりもっとチンピラで不良でっていうキーワードに近いとすれば、まあ、楽曲のテイストなんかにも現れてますけど、まあ、そういうところはワンよりまたちょっと違った部分なのかもしれないですし、まあ、そういうところもちょっと注目して見ていただけたら楽しめるかなと思います、はい、
そしてその胸を打つ熱いドラマを紡ぎ出してくれるのが人気キャラクターを演じるキャストの皆さんとなるんですけれども、名越さん、はいはい、今作でも続々と発表されていますよね。はい、もう これも映像があるので、まずそちらの方をご覧ください。名越さん、今回もすごい顔ぶれとなりましたね。はい、そうですね、まあ、キャスティングは皆さん毎回楽しみにしていただけている部分だと思うんですけど、はい、まあ今見られた方、もともとやっぱり V シネとかですね、有名ですし、まあ、名前と顔が一致する役者さんってやっぱりそうたくさんは日本にいらっしゃらないじゃないですか。でしかもその中でもやはり濃いドラマにはやはり濃いキャストがいいだろうということで、実際このメンツがそういう立場でこう一緒のドラマ映画出てくるっていうのはあんまりないと思うんですよね。それは龍が如く的なものにこうボンと放り込んだらますます面白いものができるだろうという予感はあったので、また本当にリクエストの多い役者さんたちでもあったので、それに今回応えることができて非常に私自身も嬉しいなと思ってます。はい、さあそしていよいよなんですけれども、名越さん、はいはい、ゲームの見どころや遊びどころについても教えていただいてよろしいでしょうか。そうですね、横山から あの説明にもあったんですけど、まあ、ゲームの背景となるものに対してはもう88年という舞台を徹底的に再現することにこだわって、また絵が再建できたらですね、またその空気感からそのどんな遊びができるんだろうとか、こういろんな想像が出てくるところだと思うんですけど、ちょっとまずじゃあそれも映像の方をご覧いただければなと思います。1988年、日本が最も狂喜乱舞していた時代、東西の大歓楽街神室町蒼天堀を舞台に、若き日の二人の伝説の男が暴れまくる。溢れ出す欲望の赴くままに、戦え、賭けろ、稼げ。眠らない街を支配するのは金、女、そして暴力。神室町マネーアイランド。極道から追われる身となった若き日の桐生一馬が新たに手にした職、それは不動産業。対するは神室町5ビリオネア。マネーアイランドの5つのエリアを牛耳る5人の億万長者だ。あらゆるジャンルの金稼ぎの猛者たちとの仁義なきマネーゲームが始まる。有料物件をいち早く購入し影響力を高めろ。サブストーリーで優秀な人材と資金を獲得。頭脳と体力を駆使して神室町を手中に収めろ。蒼天堀水商売アイランド。真島五郎の表の顔、それはキャバレー支配人。蒼天堀5スターの異名を取るライバルを相手に、金とプライドをかけた戦いに挑め。大人気のキャバ嬢育成とキャバクラ経営が一新。育成できるキャバ嬢は総勢30人。個性豊かなキャバ嬢たちを集めて育てることで店の評判がぐんぐん上がる。さらに本作では支配人として店の営業を直接指導。刻々と変化する客の好みに合わせてキャバ嬢をやりくりし店を盛り上げろ。大金を稼ぎライバルとの売り上げバトルに勝利して売れっ子キャバ嬢をゲット。目指せ夜の街の覇者。金あるところに女あり。歓楽街を怪しく彩るセクシーな女たち。来い、キャットファイト。テレクラ。どういう女の子が好きなんですか。そして個室ビデオ。
ゲームには30人ものセクシー女優が登場。セクシー女優と出会い、親密度が上がると個室ビデオでスペシャルムービーが見られるぞ。稼いだ金をどんどんつぎ込み、いい女を手に入れろ。バトルはシリーズ史上最も過激に、最も残虐に、狂気に満ちた街で生き残れ。おとなしくしときや。バトルスタイルは主人公ごとに3タイプ。桐生一馬、猛然と突き進み戦いまくるチンピラスタイル。敵をかく乱し高速ラッシュで圧倒するラッシュスタイル。武器を使って集団殲滅、壊し屋スタイル。真島五郎、鋭さとえげつなさが融合、喧嘩しスタイル。集団を容赦なく殲滅、スラッガースタイル。回転技で敵を打ちのめすダンサースタイル。スタイルを駆使して大金を手に入れろ。殴れば金、蹴れば金、群がる敵をなぎ倒し金を稼ぎまくれ。さらに新たなバトルシステムを搭載、エスコートバトル。暗殺者たちから誠を守り抜け、弱きを助け強きをくじく男気バトルに注目せよ。ヒートアクションもどんどん追加。若き機能桐生と真島が心狭しと暴れまくる。能力強化は金次第。稼いだ金を注入すれば新しい能力が解放。金の力で限界を突破せよ。そして龍が如くといえば豊富なミニゲーム。思わずハマるシリーズ定番ゲームに加え、1988年という時代を彩った新作ゲームも登場。ポケットサーキット、ディスコ、レッツパーティーナイト、そして懐かしのアーケードゲームを多数搭載。当時の男たちを熱くした大人の遊びを堪能せよ。タイアップテンポも当時のデザインを細部まで徹底再現。街並みだけでなく様々なアイテムにも時代感満載。懐かしくも新しい時代のムードに酔いしれろ。笑い、そして涙。街のリアルな息遣いを描くサブストーリーも健在。その数なんと100以上。愛すべき新キャラたちのドラマに引き込まれる。龍が如く維新で好評を博したプレイステーションビータとの連動アプリが今作にも登場。スーペア、稼いだ金や能力はクロスセーブで本編と連動する。遊びまくって稼ぎまくれ。金、女、そして暴力、全てのてっぺんを目指せ。映像をご覧いただきましたけれども、横山さん、今の映像でも紹介されておりましたけれども、はいはい、今作の作品コンパスコンセプトは金、暴力、女、はい、ということなんですけれども、まずは細かくお金について具体的な内容を教えていただけますでしょうか。もうなんかゲーム全部の、まあ、映像を見ていただいて分かったと思うんですけど、ゲーム全部を支配しているのはお金で、今回経験値とかないんですよ、簡単に言うと、はいはい、あるじゃないですかよくゲームって、まあ、今まで龍が如くシリーズもあったんです、なんだけどもう全部お金
で解決というか能力もお金で強くするし、でもっと言うとお金稼ぎも戦っても稼げますけど、はい、遊んでも稼げるし、で、まあ、例えば今回 ものすごい新規要素で入れたのが桐生と真島がそれぞれ、桐生、まあ、ストーリー上途中で不動産業をお手伝いすることになるんですよ、はいはい、組を抜けて肩書きとなって不動産屋になるんですけど、その不動産業の傍ら自分でもこう不動産業の真似事みたいなことをして、はい、そしてこういろんな物件に投資などして街にいる極悪なその娯楽王、風俗王という人間たちとあの土地とかを使ってあの物件投資して、あのどんどんシミュレーションゲームなんですけど、はいはい、店を経営させてさらに運営して、でお金を利益を入れてみたいな、そういうあのカムロ町マネーアイランドっていう、はい、まあ、シミュレーションとあとアドベンチャーが融合したような新しい、へ、はい、もうそれだけでも盛りだくさんな感じがしてしまいますけど、はい、真島の方は真島の方で、はい、まあ、これもストーリーの展開上、まあ、キャバレーの支配人というのをやってるんですけど、はい、その関係でちょっととある新しい新業態キャバクラ、1988年で新業態なんですけどキャバクラは、その新しいキャバクラのちょっと経営に携わるようなことになって、じゃあキャバクラってどうしたらいいんだ、街で女の子スカウトして女の子いろいろメイクアップしたりして、で自分で接客指導とかできるんですね、はい、して育てていって実際お店に出して付け回しっていうか、こうこのお客さんのところでこういう風にしなさいと、今画面出てますね、はいはい、これリアルタイムに残り時間があってこう進行していくゲームなんですけど、してお客さんの評価が高いとお金がどんどん入ってくるみたいな、そういう新しい遊びを桐生、真島それぞれに搭載していると、すごい盛りだくさんですよね、はい、こういうのを、まあ、本編とはちょっとあの本編中じゃなくて、あの別の大きい遊びとして用意してあって、でここでお金を大量に稼いでもらって、まあ、ゲームを有利に進めてくださいみたいな。なるほど。そして続いて暴力に代表される、はい、今度はバトルなんですけれども、こちらはどうでしょうか、うん、バトルに関してもテーマは金、蹴れば金、殴れば金みたいなテロップ出てましたけど、はい、本当にあの街中の敵を倒してもどんどんお金がリアルタイムにこうジャラ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 出てたと思うんですけど、お金が待ってましたよね。そうなんですよ、敵を倒すとどんどんお金が手に入る仕組みになっていまして、はい、で、まあ、その稼いだ金で自分を強くしていくんですけど、今回その戦い方も桐生、真島それぞれに3つのスタイルっていうのを用意してあって、はい、まあ、ベーシックな喧嘩タイプのスタイル、うん、これベーシックな、まあ、喧嘩師スタイルって言ってたやつとチンピラスタイルって言ってたやつがそうなんですけど、まあ、いわゆるオーソドックスな何でもありのスタイルに、今度はあの高速あのラッシュを決めるというか、はいはい、うん、連撃を決めていく高速タイプのスタイルで、もう1個が武器を持って一撃必殺の大きい技を繰り出していくタイプのスタイルって、このパワー型とスピード型と、まあ、スタンダード型の3つで切り替えながら戦っていくことができると、はい、でそれぞれ好きなようにユーザーの方が育てていくこともできるので、はい、あのバトルの戦い方とかは多分今までのシリーズの中で一番あのユーザーさんによって戦い方が変わったり好きなように遊んでいけると本当に人それぞれ違った遊び方ができるゲームに仕上がっている。多分好きなスタイルとかができてくると思うので、真島くるくる回ったダンサースタイルとかありましたけど、ありましたね、はい、あの、はい、とんでもない、はい、ウィンドミルっていうブレイクダンスの、ね、技だったりする、はい、技っていうかあの振り付けなんですけど、はい、それで敵を大きく巻き込みながら攻撃したりとか、まあ、見た目が派手だったり、まあ、いろんな効果があるんで、はい、プレイしてみるのが、ね、すごい楽しみなんじゃないかなと、うん、早くちょっとやってみてほしいなと思ったりするところだったりします、はい、そして続きまして最後が女なんですけれども、今回も反響の大きいお色気要素なんですが、実はですね本日ゲストとしてお呼びしております。さて名越さん、7月3日から8月3日に開催されたセクシー女優人気投票で選ばれた皆さんをお呼びしているんですよね。はい、うん、まあ、今回はですね、そのオーディションに関してはソフトオンデマンドさんに、協力をしていただきまして、女優の方100名を、対象人気投票を実施させていただきました。はい、もうあの投票数も結局最終的には350万票を、超えて非常に反響が大きかったんですが、はい、まあ、上位10名の方を、まあ、ゲーム中のどこかにっていう話だったんですけど、まあ、反響が非常に大きかったので、はい、まあ、その枠をちょっと30名に増やして、まあ、でも、まあ、やはりトップ10の方はちょっと重要な比較的重要な役どころで、はい、残り20名の方はまあどこかにいるのでファンの方はちょっと探していただけるようなそういう要素に、してみました、はいはい、さあ大人のためのエンターテインメント、
龍が如くの名にかけて豪華絢爛あでやかなセクシー女優さんを本日はなんと9名もお呼びいたしました。それでは投票結果順にお一人ずつお招きいたしましょう。まずは10位朝倉琴美さん、どうぞ大きな拍手でお迎えください。続きまして9位白石麻里奈さん、第8位湊陸さん、湊さんは所用のため本日は欠席となっております、申し訳ございません。続きまして第7位友田彩香さん、第6位佐藤春樹さん、第5位初見咲さん、第4位大月響さん、第3位上原愛さん、第2位さくらまなさん、そして堂々の第1位に輝いたのは有村智加さんです。以上見事セクシー女優人気投票でトップ10に輝いた皆さんにどうぞ盛大な拍手をお願いいたします。さあ一気にスタジオが華やかな雰囲気になりましたけれども、ではですねセクシー女優さんが登場したところでまずは横山さん、はい、作品コンセプトの女について教えていただけますでしょうか。はい、まあもうね皆さん目がそっちに行ってるんじゃないかと思うんですけれど、ね、はい、まあ、今回は本当に男の特に男性のユーザーの人に、はい、とことん楽しんでもらおうと思いまして、この、まあ、お金もある時代ですし、はい、華やかなムードも出したくて、うん、女というのをちょっとキーワードにいくつかプレイスポットとかを新規で作ってまして、はい、一つがちょっと映像の中に入ってて皆さんちょっと大爆笑してたんですけど、はい、キャットファイトっていう、はい、まあ、これ実はキャットファイトで女の子同士がファイターがいてどっちが勝つかとか予想していくゲームだったりするんですけれど、まあこういうキャットファイトっていう遊びが入っていたり、さらにはまあ時代を象徴する女の遊びといえばこれテレクラなんですけれど、まあ実際本当テレクラなんです。テレフォンクラブと言われた、まあ、キリュウがこうやって電話パッて取って、で取った相手と話している状態の画面が今これです。相手に対してどんな返答をしていこうかなみたいな選びながらやれるゲームが入っていたりとか、これ難しそうですよね。これその先もあって、はい、実際に会って、おーデートしてみてみたいなやつもあったり、そこまで進展があるんですか、はい、そうなんですよ。なので、まあ、つながってたりするんですけど、はい、こういう、まあ、ちょっと男がムラムラというか楽しくなるような要素も盛りだくさんで入れてますという、すごい、はい、本当に時代感満載という感じですけれども、うん、さあ実はですね本日お越しいただきましたセクシー女優の皆さんの役どころを今日発表していただきたいなと思うんですけれども、はい、1位から5位までと6位から8位までそして9位10位と少し違いがあるそうなんですけれども、まずは9位から10 9位と10位の役どころを教えていただけますでしょうか。はい、出ますかね。はい、はい、出ました。10位朝倉琴美さんなんですけど、ライバル店舗の秘書役って書いてあるんですけど、はい、先ほどちょっと紹介しました、はい、カムロ町マニアアイランドとあと蒼天堀水商売アイランドっていう2つ真島と桐生で遊びがあるんですけど、はい、これ蒼天堀の方の真島のやるキャバレーアイランドの敵となるお店のオーナーの秘書みたいな感じでちょっと嫌な役で出てくる、なるほど、はい、それやると皆さんお会いできゲーム上でお会いできたりするんじゃないかなと思います。なるほど、皆さんチェックしておいてくださいね、はい、
次行きましょう、はいはい、今度今言っていた、はい、そのカムロ町マネーアイランドの方の桐生、うん、の、まあ、秘書的な、はい、役として白石麻里奈さんが出てくると、うん、はい、なるほど、お二人とも秘書役ということでとってもセクシーな秘書で、なんか羨ましいですね。そうですね、どこまでセクシーにするかはちょっとあるんですけど。そうか、そういうことですね、はい、仕事が手につかなるなると困るんでね。わかりました、はい、さあどこまでセクシーにしてくれるんでしょうか。さあそして続いて6位から8位までの方々の役どころを教えていただけますか。はい、出ますか。6位から8位までの方々は、はい、あ、めくってってください。これあの先ほど今ちょうど説明したテレクラの相手になります、はい、まあテレクラで電話かけてきた女の子なんですね、でそこでちゃんとゲームをクリアしていくと、はい、リアルに会うことができるかもみたいな、ね、すごいですよね、はい、それが8位、7位、6位と方にやっていただいていると、うん、6位までですよね、はいはい、佐藤春樹さんまで、はいはい、8位から6位までの方々、彼女たちに会いたかったらテレクラ頑張ってください。そうですね、頑張れば進展するということですからね、うん、本当に頑張りがいがあるんじゃないかなと思いますけれども、はい、さあそして1位から5位までの方々の役どころはどうなんでしょうか。はい、どんどん、まあ、これもさっき出てきた蒼天堀水商売アイランドの今度真島側のお店のキャスト役として1位から5位の方々には出ていただきますと。簡単に言うとですね、あの真島が街でスカウトしてきて、はい、で君かわいいねみたいなのから始まって、まあ、人によって出会い方いろいろあるんですけど、でこの女の子たちを例えば有村千佳さんをメイクアップしたり、はい、いろいろして仕立てていくんですよ、はい、自分好みの売れるキャバ嬢に。それすごい嬉しいですね。お店にキャストとして配置して、あのお客さんに行ってきてとか言ってこうやって、自分通りのに動かすことができるんですね。もっと言えばそう、こういうトークのなんか勉強しなさいねっつって、自分がこう1対1になってキャバクラで接客受けてるような感じでこうトレーニングとかもできる。これは嬉しいんじゃないですか、うん、皆さん。だから1位から5位の方とかだと、はい、自分でちょっとユーザーさんによってメイクとか多分いじれるんで、はい、そういうとこ自分好みに変えられたりするっていうことですよね、うん、とか育てていくこともできるので、まあいろいろいじっちゃってください。なるほど、楽しんでください、はい。さあ真島のお店で働くという重要な役どころですけれども、はい、うん、さあそしてさらにセクシー要素はあるんでしょうか。はい、ですね、まずあの先ほど、説明ちょっとありましたけど、はい、ここにいる10人の方以外にも、はい、そのセクシー女優人気投票をやっていただいた上位30人の方々ゲーム中に何かしらの役で出てるんですよ、はい、本当にちょっとした町の住人だったりするんですね、お店の店員さんだったりとか、はいはい、いろんな役があるんです、大小さまざま。でそれをゲーム中でちょっとでもユーザーが会うと、はい、会って親密度を上げると、全然関係ないんですけど、個室ビデオっていうプレイスポットがあって、そこに行くとこうやって出てますよ今、はい、まあちょっと映像が見れますよと。へえ、うん、これもなんか奥が深いですね。これ上原さんですね。そう、ね、上原さんと街、はい、まあゲーム中接触して仲良くなると、はい、個室ビデオに行く上原さんのがなんか光ってて見ると見れるみたいな。30人それぞれ出会えるってことですよね。そうです。でこれを探してコンプリートしてみてくださいっていう話だったりするんですけど、すごいですね、うん、もう一個、はい、コンプリートっぽいんですけどちょっと小ネタがありまして、はい、なんでしょうね。これテレフォンカードですね。テレフォンカードって書いてあります、はい、この当時まあまあ公衆電話カードでやってたと思うんですけど、はい、こういうテレカがですね、はい、なんてことはなく街に落ちてるんですよ。落ちてるんですね、うん、落ちてるんです。ちゃんと見ないとダメですね。それを拾っていくんです。拾っていくと、はい、今ちょっとさくらさんの出てましたけど、さくらさんの A って書いてあったんですよ、パターン A みたいな、はい、B、C とかもあるんですね、はい、うん、ということはあれちょっとずつなんか服が薄くなっていったりみたいなこう変化があったりしてみたいなバリエーションがあるんで、これも、はい、これはもうただ単に街中にどんどんいろんなところにばらまいてますんで、もう一つ一つ本当に奥が深いですね。ガンガン拾って集めてください、はい、ちょっと横山さんもすごい楽しそうですね、はい、何言ってんだろうな俺はと思って、はい、なるほど。でもこういうのが楽しいだろうなと思ってやってるんで、はい、ありがとうございます。さあではせっかくですので今日お招きいただきまして、お招きいたしましたセクシー女優の皆さんにも一言ずつ皆様にメッセージをいただきたいなと思うんですけれど、まず朝倉さんからお願いいたします。皆さんこんにちは、さくらことみです。ことみもあのゲームに出演していますので、皆さんぜひ探してみてください。よろしくお願いします。
はい、白石麻里奈です。歴史ある龍が如くのシリーズに出演できることを大変光栄に思っています。皆さん楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、友田彩香です。龍が如くゼロ誓いの場所、ぜひ発売楽しみにしていてください。そして私を攻略してください。よろしくお願いします。あ、ちょっと入りが悪いみたいです。はい、はい、春吉こと佐藤春樹です。龍が如く楽しいと思いますのでぜひやってください。お願いします。はい、先っぽこと初見咲です。龍が如く本当に今内容を聞いただけですごい面白そうなので、私もぜひやりたいと思うので皆さんもやってください。よろしくお願いします。はい、大月響です。ひびやんって呼んでください。私がゲームに登場しますので一緒に楽しんでくださいね。よろしくお願いします。はい、愛珍こと上原愛です。一緒にゲーム楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、マナティことさくらマナです。龍が如くの最新作、今から私もすっごい楽しみです。皆様ぜひぜひたくさんプレイしてみてください。よろしくお願いします。はい、有村ちかです。ちかちって呼んでください。ちかちでたくさん遊んでください。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。さあ皆さんに一言ずつですがコメントいただきましたが、横山さんいかがですか。ええって何ですか、それ。かわいいっすね。かわいいですね。いや本当にね、なんか見ていいのかどうかわかんないですよね。そうですよね、あんまり見ないですもんね、うん、横山さん。まっすぐ見るようにしてます、なるべく。はい、さあ名越さんはいかがですか。いや、これはもう横山に全部任せてる。なんでそういうこと言うんですか。なるほど、横山チームなんですね。違う。さあ、ということで本日は9名のセクシー女優の皆様にお越しいただきましたけれども、これからですね、龍が如くゼロ